ゆかりさんだ。あら、あなたたち今帰り？そうです。ゆかりさんはお出かけですか？そうよ。これから美容院に行くの。じゃあまたね。ゆかりさん、今日も素敵な装いでしたね。うん、いつも素敵だよね。憧れちゃう。ねえ、いちかちゃん、私たちもゆかりさんみたいなおしゃれな服を買いに行かない？行く行く。いちかちゃん遅いな。ごめん、待った？洋服買いに行くのにおしゃれした方がいいのか悩んで遅くなっちゃった。っていつもの格好なんだけどね。じゃあ行きましょう。うわー、素敵な服がいっぱいありますね。いらっしゃいませ。何かお探しですか？え、おしゃれな服を買いに来たんですけど、おすすめはありますか？もちろんですよ。おすすめの洋服をお持ちしますね。どんな洋服か楽しみだね。お待たせしました。あなたにおすすめなのはこちらです。どうですか？こんな洋服着たの初めてで、なんか恥ずかしいです。すごく似合ってる。いつものひまりちゃんと違って新鮮でいいよ。そうですか？じゃあこの服買います。次は私だね。では、あなたにおすすめの洋服はこちらです。お待たせ。どうかな？いちかちゃん、とってもいい感じ。おしゃれだよ。じゃあ、私もこれに決めた。嬉しすぎて、買った服を早速着ちゃったね。あら、あなたたち、新しい服ね。かわいいじゃない。じゃあ、ひまりちゃん、今の聞いた聞いた？うん、もちろん聞いたよ。これで憧れのゆかりさんにちょっと近づいたね。チャンネル登録お願いします。